ヤッホー、ウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん、2023年の渓流釣り、もう3月に入るとほとんどの河川で解禁はしてると思います。今回僕もね、すでに解禁しているとある河川にやってきてます。今日はね、この河川の支流にこれから入っていって、実は今日ね、来る前にこの時期ならではの山菜をね、すでにもう取ってきてます。なので今日はね、その山菜とあと魚をね、1匹2匹でも釣ってお昼を食べて帰りたいなと思います。こういう山菜であったり、こういう時期にね、外で何かを食べるっていうのもね、この時期ならでは、また渓流釣りならではの楽しみ方と思うんで、今日はできたら釣りもご飯も満喫して楽しみたいなと思ってます。釣れたらいいですね。頑張ります。今日の餌ももちろんミミズです。このミミズ通しで通したミミズを餌に使います。今日はね、どんどん細い場所に入っていこうかなと思ってます。で、今日の狙いの魚はもうアマゴでもイワナでも何でもいいんですけど、15、6センチぐらいの魚が釣りたいな。あまり大きいとちょっと料理に支障が出そうなんで、やっぱりね、まだ息は結構残ってますね。早めに釣って食べたいな。これはターンを歩いた方がいいな。ターンを歩いて、もう疲れた。雪の上はね、体力めちゃめちゃ取られるんで。よし、この辺から釣っていこう。こういうね、細い支流とか、そういうところ、土地がね、あるんで、こんな場所はね、ちょっと、天からではかなり振りにくいんで、餌釣りのね、提灯仕掛けに限りますよね。短い仕掛けです、本当に。竿はね、5メーターぐらいで長いんですけど、仕掛けはね、本当に1メーター半ぐらいですね。なのでね、振らなくても真上に持ってきて、仕掛けをちょこんと落とせるっていうね、こういう木がある場所でも全然探れます。お、当たり当たり当たり。お、当たりやで。いきなり当たりが出た。何やろな。イワナかな。アマゴかな。あー、ちっちゃいんかな。どんどん行こう。お、魚が見えた。おるな。おおおお。来た。お。黒いし、これ言わないやろ。おー、来た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 。アマゴか。うん、最初っきな。言わなと思ったらまさかのアマゴ。アマゴちゃんでした。ちょっと小さいな。さよなら。そっか。言わなと思いきや、アマゴもいるもんね、ここは。どんどん行こう。あ、小さな川ですけどね。おー、いきなり。あー。いきなり、何やこれ。いきなり来たぞ、あたりが。うわ。めちゃめちゃちっちゃいのが釣れた。3センチぐらいのなんかが釣れた。お前か、犯人は。ゴリか。ゴリみたいなの釣れましたけどね。加えてました。これは、放牧多すぎやろ。あれそうだよな、ね。いい縁に出てきたぞ。ここはいるやろ、魚。もう水が、エメラルドグリーンや。合ってる？釣れてくれよ。うわ、めちゃめちゃいいとこ。下にアマゴがいたんで、いる場所ではあると思うんですけど、ね、お、魚、なんか見えた。なんかおる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 。魚いた。なんで食べへんの？餌やったらすぐ釣れそうな。なんかね、2匹ぐらい。
卵っぽいな、今の。あ、食わへんのか。もう一匹餌つけようか。ミミズを。もう一匹、ミミズちょんがけしたんだ。こいつは釣りたいな。こうなったら、餌大量投入。名付けてミミズの舞。では、釣果にこだわらないというときも、一匹二匹忘れてもらわないとね。そここだわるわ。あそこいい縁やけど、いけるかな。うわ。こうなったら一匹でいいわ。当たり。誰や、お前は。お、来た。まあまあ。これや。おっしゃおっしゃ。卵か、やっぱり。おぉ。卵釣れました。おう、ちょうどいいぐらいの。すれがかりって。って。すれがかりですけど。なんとか、15センチぐらいはあるでしょう。16、17センチぐらいなんで。食べましょう、こいつで。やったやろ。ここにしよう。ここでご飯を食べよう。お腹減った。ローズクッキングやな。メスティの中に、またメスティ。その中にはご飯です。ちょっとさっきご飯を蒸らしましょうか。これ無洗米じゃないんですけど、昨日ご飯を置いてね、ザルに開けておいた分です。で、20本ぐらい蒸らしましょう。多分ね、もう20分経ったと思うので、ちょっとね、ずっと置いてたら固形燃料1個がね、こんな風になってたんで、ちょっと軽くアップで1個半使います。こうね、燃え尽きるまで。よし、美味しく炊けろよ。魚と取ってきた蜂の巣調理しましょう。見てください、これ今日朝取りました。で、今日朝ね、気温もマイナス 2,3 度だったんで、カチンコチンね、もう凍っててパキッっていうね。そんな感じで蜂の巣です。でこれはね、やっぱり毎年同じところに入るんで、結構ね、分かりやすいし、これなんか最高ですね。よし、これをちょっとね、洗っていきましょう。見れると春ですよね。まずまず取れました。
そう、先に2個だけ、他はね天丼にしようと思うんですけど2個だけいただきます。この苦味がたまらんね。ビールが欲しいね。うわ、うまっ。天ぷらの香りがめちゃめちゃうまい。ワカサギの時みたい。本当に。ちょっと揚げすぎなのかな。茶色くなる。最後に卵をちょっと入れようか。いけるだろう。うわ。豪華じゃない。ちょっと骨溶けないので、ね、しっかりめに揚げましょう。もう春はね、今から山菜が茎の塔から始まってね、こごみであったりとか、タラの芽とか、コシ油とかね、わらび、うどんも出ますよね。山菜と天ぷらのシーズンですね。うまそうやな。もうそろそろね、ご飯が20分経って蒸れた頃なんで、タイミングバッチリやね。もういいやろう。うわ、よいしょと。えい。で、油はね、この油固め台で、もう熱い間にね、卵を入れて固めて持って帰ります。熱いうちにね、やらないと固まらないんで。熱いな。抜けてるかな。これが抜けてるやろ。ん？お。うまそう。うん。おいしい。さあここに積んでいきますよ。今の時期ならではの、ちょっとご飯もうちょっと食べてほしい。うん、うまっ。白ご飯も超おいしで、卵ドーン。終わりましたな。でーん、完成。名付けて吹きの塔と卵の天丼。そのままや。これに少し塩をね、軽くだけ。で、ここにいつものごとく。めんつゆをたっぷり、ドド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 、ストレートめんつゆです。うわ、うまそう。さあ食べよう。いただきます。うん、うまさ間違いない。ふきのとうはひょっとしたら好き嫌いがあるかもしれないですけどね、苦味があるんで、めちゃめちゃ好きですこれ。うん、ご飯がね、白ご飯が外で食べるとめちゃめちゃ美味しいです。これだけでも十分。
感じでいただきます。頭から、うん、おいしい。結構揚げたんで骨までいきます。で、アマゴはエラと内臓を取ってね、で天ぷらしました。おいめんですよ。天ぷらってね、本当に旬のものをするのがね、一番おいしいですよね。これから山菜が順番にね、本当にいっぱい取れていくんで、全部ね、天ぷらでは食べたいなと思ってます。それほどね、まあ、特に外で食べる天ぷらなんかも最高です。美味しかった。めちゃめちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。最高。